ペペペペンギンは DLE とサンリオが共同で開発したキャラクターおよび2016年に2分間の短編アニメとし放送されたテレビアニメ作品。アニメではペンギンである議員たちが様々な問題について討論する。テレビ大阪の女性社員が徒房キラキラ娘の名で声優初挑戦している。2016年よりサンリオキャラクター大賞に参加している。 しかし、得票数は振るわず、2016年、サンリオキャラクター大賞を終えた際に、一ち新聞上に掲載された、サンリオキャラクター大賞の再会見内の、キャラクターたちの声をまとめたコラムの、さようならの声には、バニーマッティや、ピーター・デイビスなどの古株キャラと共に、ペペペペ,ペニーン議員もその一つに掲載され、初参加にしていきなりその後の出場が危ぶまれたが、 その翌年も出場され、2018年以降は出場を取りやめている。なお、上述のさようならの声に掲載された本人の一言は、ペペペ、で、2017年のキャラクター大賞を終えた、際の一言は、ペペペペ、であった。放送直前の2016年9月29日、出演者である、長谷川豊が、ブログで差別的な発言をしたことを受け、 テレビ大阪は長谷川を番組に出さない方向で、制作委員会と協議していることを明らかにし、その後10月4日に正式に降板が決定した。ありがとうございます。